ローズマリー・ブラウン・ローズマリー・ブラウンは、イギリスの音楽霊媒師。自分は死んだ、作曲家に、口述筆記で新作を託されていると主張していた。1970年代に、フランツ・リスト、ヨハネス・ブラームス、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、セルゲイ・ラフマニノフ、フランツ・シューベルト、エドバルド、グリーグ、クロード・ドビュッシー、フレデリック・ショパン、ロベルト・シューマン、 ルートビヒバンベートーベンから託されたという作品を作り出し多少メディアを賑わせた。ブラウンは子供の時に少しピアノをかじったことを除けば自分は音楽を習ったことがないと言っていた。実は音楽は上達したのだが困ったことに健忘症によって忘れてしまったという可能性もなくはない。しかしながらこのような発想はブラウン家のかかりつけの意思によってばかげていると 却下された。ブラウンは1969年に BBC によって調査された。彼女はピアノの前に座るとリストの例が現れてくるのを待っていた。そのうち彼女はリストに口述されたという一曲を作り上げた。それは難しすぎて彼女に弾けないことが分かったので別のピアニストがそれを弾くことになった。この曲はその後にリストの研究者によって調査された。 その研究者が言うには、この曲は巨匠の作品と明らかな類似点が見出されるということだった。しかしながら、様式的に普段の作曲家に似ているけれども、リストの存命中に作られた作品と同じ水準のものではないと唱える音楽学者もいる。ブラウンによって作り出された音楽のいくつかの録音は、レコード、エイムシカルセーエンスをはじめとしたいくつかの著書が出版された。 英語版2時53分、28フェブラリー2006、ビオールンチェロから翻訳。ありがとうございます。